皆さんこんにちは、みみです。今日の動画では私の日本での妊娠の経過をブログ形式でお伝えしたいと思います。お、じゃあなんか現在下雪だ感じ。はぁ、お腹もだいぶ出てきました。この頃から周りの人にお腹急に大きくなってきたねと言われるようになりました。とにかく肉が食べたくてしょうがない。肉。どうしてもあれが食べたくなり、一人横浜に来ちゃいました。こう見えても実は初めての一人ラーメンです。もうなんとなくわかる。わかります。ここが鼻なんで、すやすや。妹の結婚式、久しぶりに着物を着ました。どうですか、似合ってますか。なんと8個も食べちゃいました。どうらへんと。お一人様のヌン活を満喫。市民プールで健康維持のため水中ウォーキング。1日使い放題で300円って安いですよね。しかもジャグジーもついて清潔。ライフセーバーの方も多く、妊婦としてはとっても安心です。生産期に突入。いつ生まれてもおかしくありません。けれど出産の兆候はまだなく。これが出産前最後の外食でした。これからすぐに病院に行きます。よろしくお願いします。すみません。ご家族の方はこちらでお荷物を置いてお待ちください。すみません。じゃあよろしくお願いします。